旧牧口駅遺跡と東方自転車緑楼国家教育研究院、台中院区豊原区は台湾台中市の鹿つ区、台中市政府陽明大老の所在地でもある。豊原区の旧名は放浪であり、その地名の由来は資料によれば、新大発の高記念館、草木が繁茂する荒野を先住民が小白の林という意味で、タイヤシカと称し、放浪は、 タイヤシカの音訳であると言われている。また、別説では、と、下南、こう、の三地区に昇級があり、形状が、コロに似ていたことから命名されたという説もある。1684年、台湾に一府三県が設置された際、豊原は諸羅県に帰属することとなった。1733年、長達慶と岸里車社標補足土官、半後が、 新朝のこの地の開墾許可を獲得し、復権召集、泉州よりの入植を推進し、この地に集落を形成するに至った。1886年になると、放浪に菓門が設置され、豊原地区に初めて館が設置された。続いて東場保護公局も放浪外に移され、それまで地区の中心であった岸大社に代わって、中心地となるに至った。 その後順不流名殿が台湾を訪問した際に、豊原の土地が肥沃であり、物産が豊富であることから、不春号と命名され、また水質が良好な上、美人が多いことから、小祖州とも称された。豊原の開発は、岸里社を起点に行われた。当初は原住民である平保族、白菜海賊群の拠点であり、域内に放浪、先壊し、唐杉牛乱、王吾、 白木小日もろぎなどの商社が形成され、朝書田室を中心として、岸利社に帰属していた。日本による統治が開始されると、台中系を設置し、現在の豊原、深湖、大河、上岡、八代富士を合わせて豊原軍を設け、豊原の地名が誕生した。また、放浪駅が設置されるなど、豊原は台湾中部の交通の要衝としての地位を占めるように、 なったばかりか、1912年、台湾製麻株式会社が設立され南笠と、及び多神里一帯に、タバコと綱ナが栽培されたり、1915年からは、8003で材木の伐採が開始されると、豊原は、木材の集積地であるばかりか重要な加工拠点となり、工業面でも大いに発展を見ることとなり、現在の経済構造の基礎を築いた。 1920年に、コロトンベイをもって知られるベイチなるをもって、その基地上にちなんで、内地風の豊原と解消され現在の名称が誕生し、戦後の1950年10月21日、台中圏が設置され、豊原は県政府所在地として発展し、1976年に県勝市に昇格した。2010年12月25日の台中圏市が合併。 直轄市昇格に伴い、豊原区と解消され現在に至っている。豊原区で過去に主要産業とされていた、稲作、木材、木材加工、漆工芸品、精麻防食、タバコ、生物などは、経済構造の変化により衰退し、現在では主に機械産業と果物栽培が、中心となっている。豊原駅放浪遺跡と、大概洋服とく、ほら、州、町の位置、 管轄区域及び軍師の名称、1、管轄区域、大正9年8月10日、台湾総多田出しフレー第47項、水越光一、市軍の区域証拠その所在地並外省の証拠、等について、台湾時報第16項、大正9年、142ページ。ありがとうございます。